今でも忘れもしない。俺の人生が変わったのは2011年5月2日の渋谷アックスだった。あの日からこのバンドは俺の初めての物語が始まったんだよ。あの頃はまだまだちっちゃいライブハウスの宿だったけどさ、8年かかってやっと埼玉スーパーアリーナまで来ることができたわけ。見えてるか、聞こえてるか、届いてるか、俺の思い受け取ってくるか。Get you on the pills, big mouth, get you on a hermit myself. Bleh!